立憲民主党杉尾秀哉、河野太郎に印象操作、国会で。立憲民主党の杉尾さんが国会にてこのような発言をしてしまいました。で、このバス旅行には大臣ご自身も挨拶されるそうですし、奥様もですね、挨拶されることがある。秘書の方がですね、面倒を見ているというようなですね、そういう記事の内容でもあります。ところがですね、この河野太郎後援会が政治団体としての届け出がされていない。これ政治資金規正法、あらゆる政治活動の金の流れを透明化するというのが法律の趣旨だとすればですね、こういうそのバス旅行をですね、実施するような後援会がですね、政治団体として届け出されてなくていいのか、イベントの収支、政治家本人、河野太郎大臣ご自身がかかっている、その本人がかかっているイベントの収支、これは報告しなくていいのか、これについて大臣はどういうお考えでしょうか。河野国務大臣、先ほど申し上げましたように、収支報告については法律にのっとって適正に行っております。はい、杉尾秀哉君。私が聞いているのは、後援会を政治団体になっていないことがそもそも問題じゃないかと、こういうふうに言っているわけです。でこれ後援会はですね、10年前まで政治団体として登録されていたそうですけれども、その後河野太郎事務所と名前を変えた上に解散しているところがですね、実態は河野事務所と後援会自体が密接不可分と、こういう指摘です。関係がないということでは済まないんじゃないでしょうか。仮にもし万が一その赤字分を補填しているとすれば、例えばその会費が安いとかそういうようなことがあるとすればですね、これは当然公選法に触れるわけで、そういう疑念を持たれないようにですね、きちっと報告するのが筋じゃないですか。どうですか。河野国務大臣、先ほどから申し上げているように、法律にのっとって適切に正しく収支報告をしております。はい、杉尾秀哉君。いつもはとても歯切れが良くてですね、そしてリーダーシップを発揮されている河野大臣が、こういう話になると、同じ紋切り型の短い答弁で終わってしまうというのは、非常に残念でございます。ただ私もこれ以上ですね、材料を持ち合わせておりませんので、今日はこれぐらいにさせていただきまして、次に移ります。どうもありがとうございました。これようになっておりまして、杉尾さん、週刊誌の記事をそのまま読み上げながら質疑をなされており、またいつも通りの河野大臣の答弁に対して悪質な印象操作をなされておりましたが、杉尾さん、一応ジャーナリストという肩書きもお持ちのはずでございますけども、この河野議員の河野大臣の講演会について、河野議員のホームページにおいて説明がなされておりますが、こちら確認をされたんでしょうか。まず講演会において入会金や会費は一切ないと説明がなされており、何らかのイベントはあるようでございますが、こちらも基本的には実費で清算してるんじゃないでしょうか。立憲民主党には、杉尾秀哉さんには、ご自分で調べた情報も何もないのに、国会においてこのように、何と言えばいいんでしょうか。週刊誌の下請けのような質疑を行うのではなくて、元ネタが週刊誌であっても、せめてですね、独自の情報くらいは入手していただいてから、今後は何らかの質疑を客観的な事実に基づいて印象操作も行わずに行っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。